はい、FX の相場解説、夕刊です。17時50分になりまして、今朝ミスったな、そしてその中から学んだなっていうのはどういうことだったでしょうか。それはですね、私こういうふうに考えていたんですよ。こちらのゾーンがありますよね。こちらの黄色いゾーン、ここを、あ、すいません、今これ15分だしね、ここのゾーンを割ったらね、深夜のうちにバーッと下がっていくんじゃないかなっていうふうに考えたんですよね。で、深夜のうちに下がっていくことを予想してリスクリワード 5.1 で、ロスカットラインを引いてエントリーしたところ、なんとですね、寝てるうちにこういうふうに上がって、下がってあんまり下がらずにまたここまで上がってですね、もうロスカット早々に食らって、朝気がついたら惨憺たる状態になっていたと。まあ8800円のね、マイナスを引いていたわけなんですけども、そこで今朝の解説で、まあ反省したわけですよね。どういうふうに反省したかというと、2つあります。これはもしかしたらこのゾーンが硬くてね、上の方に跳ね返っていくパターンなのかなと思ったんですよ。もう一つは、もう一回トライをすることでここを突き破って大きく下がるのかなと思ったわけなんですよね。で、結果的には後者の方でエントリーをすることによってこの幅が取れたってことになります。要するに深夜のうちに取ろうと思ったのが、もう一回思い直すことによって、日中取れているってこと、形ですよね。ということで1時間の方に見てみましょうか。1時間の方もうちょっとざっくりとしたものになるかもしれませんけどね。1時間の方はこういう風な形になってます。先ほど引いたゾーンが上の方で示されてますよね。この辺から来てるゾーンなんですけども、ここを、突き破ったら下に行くんじゃないかなと思ったのがここです。でもそうはならずに一旦ロスカットを食らいました。で、思ったよりもここのゾーンまでね、この抵抗のところまで思ったよりも上がっていったんですよね。で、ここで跳ね返されて大きく下がっていったところを、こちらからこちらまでをしっかり、まあ、なんですか、リベンジ完成ということでございます。これが1時間足ですよね。まあ、だから一回思った通りにならなかった時に何を反省するかって言ったら、もう一回行ったら実現するんじゃないかなってことと、もう一回行ったら今度はね、ずっと考えていたことと逆張りをしていってそっちで取ろうかなっていうところで、まあ、2分の1の勝負があるわけなんですけども、やっぱりね、全体の100日足がこういうふうに下がっているところも、まあ一つヒントになってですね、今回売りの方に行けたなと思うんですけども、ただ短期、中期、長期の移動平均線がね、あんまりね、そのこの辺りからですよ、この辺りから著しく波打ってる状態で、どっちかに一方的にトレンドを形成してるわけではないんでね、ちょっとこれ以上の深い追いは今週はもうちょっとやめときます。トレンドを形成してるってのはこういう風なことなんですよね。このぐらいの太い流れがドーンドーンドーンと来てれば、こちらのね、売りの方でトレンドが形成されてるなと。で、100日もこういう風に移動平均線がなってますからね、そういう風に考えていった方がいいかなと思います。まあ、ですので、今朝夕べの予想が外れたからといって、じゃあダメなんだっていう風になるのか、それともいやいや、タイミングずらしてもう一回昼の時間帯ね、昼の時間帯っていうのは日本タイムですよね、ジャパンタイムでだったらいけるんじゃないかな。そして深夜っていうのはニューヨークお休みタイムですから、ニューヨーク時間なんですよ。ニューヨーク時間では思ったように動かなかったけども、逆にね、触れちゃったけども、ジャパンタイムがやっぱり基本ですからね。今回のちょっとまとめになると思いますけども、私はいつもね、深夜やってないわけですよ、日中でやってるわけですよ。ですから日中の予想をしなくちゃいけなかったんですけども、日中の予想を深夜に実現するって思ったところが最大のミスだったかなと振り返って、私のね、反省ノートに書いたということでございます。はい、本日もお疲れ様でした。しっかりと取り戻してね、明日に向かっていきましょう。明日1月31日、今月最後の相場解説になります。ありがとうございました。